じゃあまままず坂坂さんの方からあ、えー、はじめししして坂内久ですすよろしくお願いします、えー、結構応接までだいぶ盛り上がって話しましたんでねちょっと何を話していいか <laughs> <laughs> 分かんないとか言って <laughs> あれなんですけどえー、っとですね、えーまあ、ちょっと今日はうつになったら出られないかもしれないと思ってたんでちょっと心配で。 精神状態は安定してるみたいなんで、えー、と無事に開催できてうれしく思います。僕、えー、僕はははでで、まあ、人人ですそれでですすすねね歳の男性人それとと、まあ の建築学科の、まあ、どこまで自己紹介,、まあ、自己紹介適当にしますけれども、まあ、建築学科で建築をやろうと思ってたんですけど、まあ、僕は10歳ぐらいの時にその、まあ、お天道様とその契約じゃないけれども何らかのそういうそのまあ僕が感じた疑問があったんですよねそのいろんな疑問があって。でなんでこっちの村の人の村人 集落は古くてみんなそのままあってこう何らかの集落を形成してんだろうとかで僕は NTT 電電公社で勝手にこう来たような感じで,で横の砂浜海辺があるんですけどもか谷郡ってとこ福岡県にいたんで有明海の砂浜があるんです新宮浜っていうそこの砂とですね松林ってその裏で福岡藩が作った松林の浜があってそこの砂と。 NTT のところの建物のですね、植栽の下に砂があるんですけどその砂が3種類なんかどうも違うように感じてたんですねで, <laughs> でその横にはですね、えー、と後に桃地シーサイドモモチという福岡の再開発をするアンド・タダオとかの師匠になるような。 あの方の建築家がいるんですけどその人がです、ね「シーサイドモモチ」という積水ハウスの建築を作ってたでそれはもうアメリカ内蔵されたすごく広い道があって、まあ、いわゆる多分高いんでしょうでそこに僕の好きな女の子が住んでいてで家庭訪問に行くと僕はそっからそちらの森永和子さんのところに送り迎え行ったついでにこうその森永家を見初めて見るんですけれども。 なんかその子は一人部屋持っていてい帰ると僕は 3DK ぐらいのところに家族5人で暮らしていて僕は長男だったんですけど NTT の社員、親父は、は僕たちはアパートっていうところに住んでいてでな,んかなんでこ差があるのかっていうのは僕は意味が分からなかったっていうそれでまあお父さん聞いたら私たちは家を買えないという言われましてその代わりあの調度品っていうのを丁寧に揃えるから。 お皿、器などはしっかりと温度焼きでそろええー、漆の、はい、ちゃんときれいなお箸も使おうとその代わりお家は買えないので建築家になってくれというふうに言われたんですよ。<う>っていう状態でで、まずです、ね、やっぱ僕にとってはに土地所有とかそういったものは非常にその自分の中の哲学的命題がもう突然そこでぼっこり出てきてたんですよね。あとは人間がが何か区別されてるるような感じがするで まあそういったものとかあとは砂ですよね自分にとってだからこうそういった自然物っていうのをように見えてもその自然っていうのはいろいろ違いがあったりとかその松林ももともとは福岡藩がわざわざ埋めたものだしそうやっていくと自然っていうのは水海の水だったり砂だったりは大事なんだけどじゃあ俺らのところなんだろうとかでなんかそういったこうあとは境界ですよね土地の境界っていうのもあったりとか、うん、いろんなものにこうあで気づくとそういった問題あった。 そういうい抱えて建築家に行ったもんなんで建築家って依頼土地所有が依頼したものを建てるだけなんですはっきり言うとこの現在の建築家の仕事っていうのは、うん、でもう初めにも僕は手を挙げて「先生こんなのではまずいんじゃないですか」って言うと「教育食っていけないよ」ってこう,こういう感じでこう,なんかこういうさ仕草があるんですよね人間っていうのはこういうのがあっていやこういうのじゃなくてこういうのが大事なんだけどみんなこういうのになっちゃってるんで,ですぐ辞めまして。 そうするとそのお天道様に当たっているのがやっぱ路上生活者と言われている人だったとでその人たちはそのこの社会がやっぱ間違っていることを実家完全に自覚してたので,でそれをもとに僕にいろいろなことを教えてくれたといわゆる貧困で困ってるホームレースという人もいることはいると思いますで僕が世話になったのはですね路上生活者ではなく隅田川に住んでいる鈴木さんという人と多摩川に住んでいる船越さんという2人のですね、えー、自,自称、えー自,まあ、自由人です で多少ホームレスでそういう人たちでその人たちに教わって、えー、作業してたらですね野良猫は土地追いを知らないのに俺らと同じ空間で生きてるだろうっていう僕とほとんど同じことに気づいてたでつまりこれ同じ空間なのに僕たちはひしこいて家賃を払ってるんだけどそういうことをしないっていう野良猫もいるしそういうことをしない人間からぎりぎり離れた人がいたっていう。 でそれが僕にとっての鈴木ささんんであり船越さんだったんですからそういうことをもとにフィードワークを始めて、えーまあ、自分で経済圏を作るとかそういうことに関心があったんですけどまあそういうことが延長で3.11以降はですねあの、まあ、今日も来てるんですけどうちの嫁さんがその無政府状態だというものだから、まあ、ないものは作らないかんというのがうちの心情で、えー、とないんだったら作りましょうということで歴史の教科書を見直したら その江戸幕府から新政府になってる時にどうも新政府というのあったらしいからちょっと俺もう一回作ってみるわっていうことでまああの近代は終わったねっていうあの合言葉と同時にあの新政府を勝手に発足してあのその初代内閣総理大臣に今就任してます。で国民が今5万人いるんですけれどもえっとまあそれがですね今世界で第100 100位ぐらいですかね人口がリヒテンシュタインとかよりかはもう,もうモナコとか超えてるので,でそういったものをですね10年後やるとどうやら2025年にちゃんと国になるよというその勝手な啓示を受けてるもので、えーっとまあ、その論理的ではないんですけれどもあの実行させてみようかなというふうに思ってましてこれはでも実際やるとあの捕まってしまってですねこれ資材なんですよ。ない これはあのオウムのときも使われてはないんですけれども、226事件のときに何かあったんですかね、内乱罪というのはね、だからそういう取材になるので、えっと、芸術活動というふりをしているんですね、でえっと、僕、小説とかも書いてますけど、小説なんか書いてるつもりは全くなくて、ですね全然まあ日本語を使って、全く別の共同体の言語を作りたいというのが自分の本当のまあ思いなんですけれども。 でも根本はそのやっぱり10歳、9歳ぐらいの疑問それが僕にとっては非常にこうなんていうんですかね絶対にそっちに行っちゃいけないっていうことを約束されたような気がしてててそういったことはです、ねえー、っと今もみんなそのレールに乗ったとか言うじゃないですか,か乗ってないんですよ、で僕、の携帯番号を公開してるんですね。 あの世界で唯一ウィキペディアに携帯番号が載っている人間ということでギネスブックにも登録されているんですけれどもまあ調べたらすぐ嘘だとは分かりますけれどもあの携帯番号、一応世界で唯一載っけていると自称している人間なんですよそれであの新政府命の電話っていうえ100%かかるんです僕の電話はかけ直すのでこれ、日本の現政府命のの電話をですね4%しかかからないらしくてそれで今3万人ぐらい自殺者がいるんですね。 で僕が2012年に始めた時は3万1000人だったんですけど、えっと、今4年経ったらですねちょうど2000人かけ読んで8000人減りまして今年あの発表が2万3000人だったんでつまりあの10年後におそらく自殺者ゼロになるというというですねロボットのような国にしたいなというふうに <laughs> 思ってるんですけどその自殺をしないっていうその人間っていう自殺をしない人間っていうのがまあ 僕の中の次のこうネクストステージのヒューマンビーニングのあき方かなと思っててでももう今切腹することみんな笑うじゃないですかでもその当時はね本気だったんで多分そういうふうに常識っていうのは常に変わるから今の常識ではとらわれないようなことをどうすればいいかっていうのをまあ日々研究してですねあの活動してるまあ人間でございますちょっと長くなりましたけど。 どううもありがとうございましたま私はもうちょっと山際と言います <laughs> 京大の総長をしてるんですけどもあの今日のテーマにちょっと引っ掛けて言うと私はまあ40年近くゴリラの研究をしてきましたでゴリラと一緒にアフリカのジャングルを歩いてきてでまずゴリラの群れの中に入るのにまさに今日の言葉ねフレーズちょっとぐらいえやないかと。 いう最初はね、まあ、彼らにとって人間的ですからあの攻撃されるわけですよ邪魔者出ていけとそれをストーカーのようにこうし,つこくしつこくしつこくしつこくつきまといながらちょっとぐらいいさせてくださいよと言い続けてやっと数年後に、まあ、ガボンでは10年近くかかりましたけどねあの彼らのれの中にこう片隅に置いてもらえるようになった。 それで彼らの群れの中でいろいろ観察をしてきましたそこから見えてきた自然の暮らしそこから投影されている人間の暮らしこのギャップが一体何のために作られたのかということを研究しているのが私なんですねで実は僕数年前に坂口さんの今「総理」って呼んだ方がいいのかもしれないんだけどあのゼロ円ハウスのね 青山で展示をやった時に見に行ったことがあるんですでねあの時思った感触はねあこれはゴリラだなと思ったのねなぜかっていうとゴリラって毎晩毎晩ベッドを作ってるんですよこれ0円ですお金かけてません彼らは基本的にお金をかけずに暮らしてるわけですよ大体まあ十数平方キロの範囲をぶらぶらと散歩しながらね 食べたいものをつまんで,で夜寝眠たくなったら自分でベッドを作ってそこでみんなで一緒に寝るただベッドは一人一つあの2人以上では絶対寝ないそれが彼らの、まあ、自分を保つ範囲なんだったと思うんだよねしかも彼らは言葉を持ってないだから何かあの感触を起こしたら胸を叩くわけですよね勇壮にそれでみんなあこいつちょっと機嫌悪いんだなって分かってくれるそういう暮らしをしていて朝 あの顔を見忘れると「うんうん大札」言葉はしゃべらない自分のことは説明しない相手のことも知ろうとしないだけど何か気があって一緒にいられるここから出てきたんだなとまあ人間は思ったわけですねうん、うん、そこからどんどん変わってきたわけでその変わったところで多分みんなすごく悩んでるわけですよ今ねあの。すごくいろんなものを あの作り出したんだけどもその作り出したものによって逆に変な悩みを抱え込んじゃってるっていうのは今の人間じゃないかと思うんですけどそれをあえてねこうゼロワンハウスを作りながら、まあ、そういうものを取材しながら何をこう求めてきたのかってちょっとお聞きしたいんですけどそうですね、えー、<laughs> ゴ,リゴリラなのか僕も分かんないんですけどねでもやっっぱりゴリラとつながってる人って 人がいるで人間っていう、まあまあ、人と人間を分けるとするならばなんか人間っていうのはいわゆるこの社会社会的、えー、存在の人っていうか、えー、でも生物学的に人っていうのはいてでその人は毎日働けるわけないんですよねで1週間で区切られるわけもないしやっぱりこういう時につまんない時に立ちにくいでしょみんな。 僕立たなないと気持ちが悪くなるんですよだからつまんない人は立っていいですからねでそういうものをが本当にちょっとええやないかなんですよ本当にだからそういうことので僕の場合窮屈になった瞬間にうつになるんですだからあまりにもみんなにとって当然らしいんですよね毎日仕事に行くとかその約束を守るとかその。 つまりこういう、ね、300人の会があったらもうやらないと無責任だと言われるらしいとでもそういうことを考えてしまうとどん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 落ち込んでいってしまうでそのだからもうもともと僕も外れるしかなかったんですけれどもでも早めに僕は外れてる人を調べてたっていう感じですね初めに自分の参考例を見つけてたので そっちもありえるっていうふうにもう教わっていたっていうのは路上生活者の人たちはそういうふうに言っていて非常にしかもシンプルな思考をしてたともっと言うならば幸福であると言ったんですよで僕はあの新作が「家族の哲学」っていう、まあ、僕の、えっと、家族全員に家族が出てくるその、まあ、いわゆる小説にしているんですけど、まあ、ほとんど事実なんですけど書いてある内容はええー あの参考文献を読みなさいと言ってあの僕の同郷の,です、ね、あの渡辺教授さんというその思想釈迦がいるんですけれども教授さんがそれこそ山際さんの「えー、家族の起源」という不正の誕生を読めと不正がどのようにしてできたかっていうのをちゃんと読んだ方がいいよって言われてで僕あのさっきも言いましたけど本が読めないんですけど、えー、第5章まではパラ読みで,で第6章は全部読めたんです。 『第六章』の最後の,あの文章はっていうかもうあそこで一冊ちょっとどうにってかあの先が知りたいし社会学的母性がなくなね崩壊するっていうあの,あの最後の文章とかはすごいドキドキしたんですけれどもあのすごいねあの今回はあの自分の中ではまあ非常に興味深いっていうかそのいろいろ聞いてみたいこともたくさんあるしあの自分の中では生理的に。 いわゆる生物学的なのかもしれないですけど非常に生理的におかしいというものを一切しない実験でやってみてるんですねでそれが非常に健康的なんですよ自分とってはでもでも今ほとんどの人はそれ精神病院に送り込まれてるんですよねあともしくは引きこもりであるとかあとは自殺者ですよででも僕そこと同じラインにいると思ってるんですけど一歩間違えればそうなっちゃうんで でもね、健やかなさくらんというものもあって、そのらんはしてるんですよ、だから状態としては。つまり、人の言,うこと言っていることが論理的に説明しても、僕にとっての論理的に聞こえないんです、やっぱり。どんなに安倍君が言ったって、非常に非論理的に見えるしと、マンション買ったんですって言ってる人、僕は本当の気が狂った人だと思ってるんですよ。 意味がわからないんですよ35年で買い回したって、もってもないお金をなんであなたはこう買えるんですかというと、いや、こういうなんとか高校っていうところからお金が借りれるんですって言っても、意味がわからないんですよね、僕、ないものを、まあだからローンでね、自分の将来の夢を買ってると思うんだけど、実は、将来の自分に自分は今、奴隷になってるわけだよね、そうですよねそれってね、やっぱりあの論理が逆転してると思うんですよね。 でそ,うそういうことになっちゃったっていうのはやっぱりおかしいんですけどさっきの質問で言えば、ね、その私が家族の起源って書いたのはもう随分前の話になるんだけど言いたかったのはこう父親というのは作られたものだ作られるものだっていうことなんですよだからアクセサリーなんですねでそのアクセサリーを作ったことが人間の文化の始まりであって要するに文化を定義しようとしたら文化っていうのはある計画性をみんなで共有することなんですよ だから父親ってこれまでなかった、ゴリラだってほ人間みたいな父親はありませんから、ね、チンパンジー、父親すらないで、そういうものをみんなで合意して、何かその子供をそを育てる上で、大きなアクセサリーをみんなで作りましょうよってことで父親ができた、うん、だからむしろねあの、無理に引っ掛けて言えば、父親はアートの起源かもしれんと思ってるんだけどね、<ー>つまり、これはどうでもいいんですよ、本当はね。 だけどそれがあることによって何か重しができるっていうか社会が変わるってものなんだと思うわけねこれあのよくゼロ制度の,あのっていうことを言われるんだけど皆さんここで裸になる人一人もいないわけじゃないですかみんな服着てますよねしかも服は自分の好みっていうけれども他人の視線をあの気にしながら服着てるわけですよ今日私がネクタイ締めてきたのもやっぱりこの時計台でやるんだったら ねネクタイぐらい締めないと総長としてまずいなと思ったからし,してきたわけで普段こんなものしてるわけじゃないやっぱり坂口さんだって今日みんなに見られるときにだからふんどし一丁じゃまずいだろうと思うよねだからそれは他者の目から見た自分でそれがもう生の自分自分というものを裸になってさらげ出すことはやっぱりこの雰囲気を完全に見乱してしまうのでそういう存在になりたくないと思うからじゃないですか。でっていうのも 元とを正せば同じような問題でね、やっぱり父親であらねばならぬと思ったら、つまりみんなの合意に応えようと思ったら、何らかの振る舞いをするわけですよ、子供に対しても、奥さんに対してもね、あるいは他の人々に対しても、自分が父親であるということについての何らかの雰囲気をみんなまとってなくちゃいけない、それが文化だと私は思っていけどね、そういう意味で言ったんです。そうだからしからししもなんか不正のの誕生をしたのが あのいわゆる今の勝手に思ってる家父長制みたいに一人の、まあ、力強い男がいてその人たちがこう、まあ、ある種手なずけてるっていうわけじゃなくてその社会の要請として男女の要請としてその不正というものが必要だったとだそれこそまあそれはインセクトをねっ起死するためとか、まあ、いろんなこう理,由理由があったんでしょうけどかそれもすごい関心興味があったんです。あとはは人間がその森から出たのは 豊かかかさをを、持っってていいいたからじゃないかっていうことを僕はそう読み取ったんですけどでそれもんかいわゆるこう今ってこう生活が苦しくなることがこう心配でみんな,なん固まってるというかその不安をこうその抑え込むために、まあ、不安を解消するためにいわゆるいろんなものが必要なんじゃないかと思ってるんだけどあの本当にそうなのかっていうのを。 思ってるんですよねで僕はまあ家族の哲学で書いたのは自分が勝手にもうみんなが父親だというものにまたならなきゃいけなくなると僕も窮屈なんで僕は父親っぽいけれども父親じゃないんだけどなんかそれに変わるものはないのかって言ってそその,そのいわゆる社会学的なもん存在として何になりえるんだろうっていうのをまあいつも自分でやるんですよだから新政府総理って一応家族でこう宣言してみたりこう。 まあそれこそ時々はその女性問題でも喧嘩になったりもするんですよね。でそういったこととかこういろんなこう問題も抱えてその動機を演じてみたり、まあ、こういう歌を歌ってみたりつまり社会学的不正じゃなくて何か他のないのかっていう実験を今やってるような感じがしててでなんかこうその時にこうなんていうんですかやっぱ豊かさを僕はとにかくやっぱり提供したいみたいなんですよ。 であの豊かであるということはすごいこうあのなんていうんですかねそれがやっぱ本当は人が集まるそれこそ水に人が集まるんですからその水ってこの前水源に行ったら毎分60トンう,う,うちの阿蘇の,の水源から出てるんですよね。過剰供給でしょしかも過剰供給の毎分60トンの水が住んでて中に森があってやっぱ見てると声とかがバラバラと聞こえてくるんですよ。 でこういうところから生きてて俺ら普通にバイトとか行ってんのかとか思うといやちょっとだから最近はその社会学的精霊とかに関心があるんですよ僕たちにもう神様とかいないものと思ってしまってるんだけれどもそのある種社会の要請としてそういったスピリットとかそういったものが次浮かび上がってくるんじゃないかっていうそれをしかも人間が立ち演じなきゃいけないかもしれないっていうだからそういうこととかをあの 僕は今ちょっと危ないですけど、関心を持っているとでそれをあんまりここでいいですね。なんとかセミナーとか言って、ここでホワイトボードを元に言ってしまうと、入り口でその入信したい人とか言ってこう。名前書くようになっちゃうんで、そうはどうもしたくないみたいなんですよね。あのま作業者さんはね。建築家から出発して、はい、いろんなものづくりをやってきたんだと思うんだけど。はいはいはい 物を作る衝動って一体何だろうかと思うの、ね、であのさっき坂口さんが人間が森から出ていった理由は、まあ、豊かさっていうことを言ったわけだけどあの豊かになろうなりたいっていう衝動は誰もが持ってるわけですよ。でも豊かになろうっていうことと贅沢になろうってことは違うわけだよね。で物質的にに豊かになって人よりそのまあ あの質の高いものを身にまとったり周りにはべらしたりしながらあの豪華に暮らしたいって思う気持ちと豊かさっていうのはどっか合わない気がするその坂口さんが言っているものづくりをしながら豊かさを追求するっていうのはど,どういうことなんだろうくーとかいう感じですけどね言<ー>言葉で言うと とかなななんんかかかいですかなんか春のなんかこう今日とかもすごい気持ちがいい時にまだ咲いてないつぼみがこうボンポンポンってしてるところに23個パーンって開いててこう耳元で僕はデンマークのペデルセンっていうジャズベーシストがいるんですよウッドベースストがその優しいんですそのウッドベースがそれでですねノルウェーの民謡を自分でアレンジして弾いてんですけどベース音でその。 子どもたちがわらべ歌を歌ってるその歌をベース音でやるんですよそれを聞きながらクーってこう涙が出てきたんですよで僕にとってはこれが湧き水だと思っててであの「涙」っていうのは涙なんですよ「This is a wave」っていう、まあ、もうわかりますかこれトークショーですけど適当な話してますからねだから音楽と思って聞いてもらえればいいんですけど「This is a wave」って言ったんですよ俺だからこれが涙ってだから波がこう来てるので。 その波を感じたことがこういう音楽に変わっていくまんですよ。で絶対に音楽っていうのが何て言うんですかね鳥って豊かでしょやっぱり鳥とかが猿は絶対惹かれてたはずだだから樹上樹情樹情で見てたんでしょどう,どう考えても鳥と同じ線で手長猿ザルは見てるわけで猿にとって実はね鳥は敵だったからね。はあ、だってその猿の食物 食卓をさそうか食レ鳥と、ね、争うわけよだけど猿はあのだからあの猿地上で暮らしてる猿たちって鳥みたいに色とりどりなんですよ、うん、顔にいろんな色あの毛にもいろんな色をはよらしてるわけ、うん、あはれは昼間の世界で色彩を中心に暮らしてるからねだけど音に関しては鳥の方が圧倒的に豊かなんですよ。 で多分あの憧れがあったと思うんですけどね、うん、猿たちも。それはね、遠くに、と猿、飛べないじゃないですか、うん、鳥は飛べるでしょ、だからあの少し離れて音声を相手に伝えることがあのできる、距離感が全然違うんですよ、うん、あっという間に相手に近づけるでしょ、猿は枝から枝へこう伝っていかないといけないから、やっぱり声ってそんなに遠くに響かせるものじゃない、ね、だから圧倒的に猿は負けてるんですよ。でも猿のを祖先とする人間は 鳥,鳥になろうとししわけでしょそうだから俺そう精霊って大体鳥じゃないですか、えー、で精霊が鳥なのもやっ、まあ、一番近しいしそのやっぱ今でも鳥の声聞こえるとドキッとしますからでそう僕はわ、まあ、かりますかねこんだけなんか安保とかなんとかとかみんな言ってて俺今音楽でしょと思ってるわけですよ今音楽をやんないとダメだと思ってずーっと曲作りしてるんですね どうやったら人間が全員がぶわっとクわっとか言ったりもう分かりますかこう言葉にならないのでこれってで非言語の方に向かっていかないとダメだと思ってるんですよだからまあ例えば感動って言っちゃうとあまりにも浅ましい話になっちゃうんだけどもともとね僕は言葉の前に音楽っていうのがあったと思ってて、うん、音と音とを組み合わせてあるいは音を作り出してお互いに伝達するって まあ心を一つにするみたいな時代がかなり長く続いたと思うんですよらそっちの方にねさっきクッって言ったけどそういう瞬間が毎日毎日いくつかあってそれがこう人々を遠ざけたり人々をくっつけたりしてきた時代がある、うん、そっちの名残をね我々やっぱすごく強く持ってるんだと思うんですよね、うん、今言葉で表面的にああの他者とつながってるような気がしてるけど本当につながるのは言葉ではなくて。 言葉ってのつながったことの説明でしかない、うんうん、あるいは別れたことの説明でしかない、しかもそれは自己満足にしか過ぎなくて、うんうん、結局、その人と人とこう結びつけているのは、あの音そのものだと思うんですよね。そう,そうだと思うんですよね、だからトークショーとかも、これ、今、ほとんど錯乱してる会話なはずなんですけど、なぜか意味分かっちゃったりしてる人とかいるんですよ、メモれたりとか、俺、おかしいと思うんですよ、うん、メモれてる人ととかかだだけど <laughs> そのだからそういういこと,とか。 でもこれが矛盾がないように一見矛盾がないように会話ができてるとかそっちに僕今ちょっと気づ,気づいてきてだからこうあの初めは路上生活者はフィールドワークしてたんだけどだん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 今今回家族の哲学というのはもうほとんど家族なしかも台所でしかほとんど繰り広げられてないんですよで僕は書斎でうつ状態で引きこもっている時の記録なので移動がないんですよね。だけど ここでフィーールドワークし始めてるんでですよねでこの家族をフィールドワークしながらしているとですねこのね観察とか客観視ではその捉えられないものがもうある,あるっていうかそのなんていうんですかねそ,それをあの昨日ねちょっと書いたんですよねなんて俺書いたんだっけな。 その人間はフィールドワークをする客観視する観察するしっかりそれだけでなく人間の体はそれ自体が一つの装置でもあると、うん、つまり僕たちは観察をしつつも同時に自分たちから何かこう出してたりかん感じてたりするので、えー、楽,器楽器のようなものだとでサルは樹上で鳥と同じ視線を獲得していたのではないかその時に音楽を学んでいたつまり鳥の視点 で死ぬと骨になって土に戻るので土土地の記憶も俺らは持っている、うん、それらを持っていることに気づけそれは観察では不可能であるだからこそ想像する必要が出てくるって書いてるんですよ俺これ記憶があんまないんですけど書いこれメモで書いてるんですね携帯でえー、っと耳をすませって書いてます,すあの多分ね想像するということはどうやって出てきたかというと そのゴリラ、チンパンジー、これ、すごく人間に近い類人だよね。彼らは非常に高い知性を持ってる。だから彼らとやっぱり、我々人間が一番違うのは、仲間の不在を受け入れられるってことなんですよ。チンパンジーは一旦離れちゃうと、しばらくは離れてられるんだけど、でも声は聞いてるわけだよね。声の聞かえないところに出ちゃうと、これはもうよそ者になっちゃうわけですよ。二度と戻戻っっててれれななないいゴリラもそうなのねね人間は、ね 四六時中どっか行っちゃってまた帰ってくるわけじゃないですか家族って言ったってちょっと離れてまた帰ってくるでしょそれでも家族なんだよねあるいはその家族でなくても村の仲間がまあ1か月どっか行って帰ってきたでもそれは村の仲間であって決してよそんじゃない、うん、そういうあのものを受け入れられる、うん、じゃあどうやって受け入れてるのかって言ったらそいつがいなくてもそいつがいる形があるんですただ座布団が残ってるつまり人間は記憶っていうのを外に出したうん、うん、だから 彼が作ったものあるいは彼が座っていた椅子彼が食べていた食器っていうのはそこに残ってることによっているんですそこにそれがね人間の想像力でこれがね圧倒的にゴリラやチンパンジーと違うところそれで人間はやつらが作れない社会をものにしたんですへえそこがね僕はどっちかっていうとものに乗り移るその 心それは音楽にも通じるし、うん、まあ造形にも通じるし、うん、ま,あまさにアートの心に通じると思うんだけど、うん、そういう心を持ったことによって人間というのはかなり許容力が高くなった、うん、つまり家族を離れても家族を維持できるようになったっていうことじゃないのかなと思うんですけどね。うんうん、それでそう僕が「現実宿り」っていうタイトルなんですけど「雨宿り」じゃなくて「 雨宿りってシェルターフロムザレインアンダーザツリーとかじゃないですかだから雨からの避難所なんですよねだけど日本語だと雨宿りって書くんですよねそうだから不思議だなと思ってしかもこう軒先に下に入った途端になんか雨が嫌だってそれまで雨に打たれてたはずなんだけどこう入った途端に雨が壁に変わったりなんかこう雨の日ってちょっと眠くなったりするじゃないですかだからレインイズシェルターとかそう,そういうふうなその 共感性を持っててそので今回は「シェルター・フロム・ザ・リアリティっていうのを書いてみたんですよねだから現僕たちは現実というものをこううあ,あるものと思,思ってるんだけどその今僕はなぜか書いてるんですよ毎日10枚なぜか誰から書かされたかのように毎日書いてるんですけどでそれが今ね20、えー、今8万字書いてるんですよで止まらずに28もうなんか大本教みたいな状態になっててで えと主人公がです、ねえー、とあるどこかの砂漠の砂でこれが私たちという認証で砂ともう一人が片目を失った高やかなんかに食べられてしまった中くらいの中型の鳥の片目なんですよ<ー>右目でもう一人が現代の2016年の誰か、まあ、私という人間というその3人に分裂してて。 この前精神病院に行ってそういう話してたらあ坂口さんの想像が落ち着かれたのはこういった形でもう分裂がもう完全に定着してきてますね <laughs> みたいな感じで <laughs> その分裂がですねうまーくこうそその浸透してきてておで,もでもさ昔の、ね、人間ってそのい,いろんなものやね、うん、岩とも語れたし、うんその さざなみとも語れたわけし、木の葉っぱとも語れたわけでしょう。それは人間の言葉に固執するから語れなくないと思っちゃう、思っちゃうんちゃんと反応するわけです相手はね。まあそれがまあ人間の独善性というか想像の世界で遊んじゃったあの結果なんだと思うてるね。それを今やってるんじゃない。そうですね。だからずっとフィールドワークしてたはずがちょっとずつ裏返しになってきててでそれが今ちょっとその物語を作るっていうその想像の方にこう ななんんんんてていうででですすかねこんな感じでひっっくり返ってるんですよで僕の中でこれでも政治的な活動のつもりなんですよねいわゆるアンガージマンというか完全政治参加としてやってるつもりなんですよで非常に書斎でただ書いてるだけではあるんだけどそので完全に分裂って錯乱したような原稿なんですよ読み返しても何のことやらわからないし構成も何も考えてないんだけどある文字列があ,るあって。 で文字だけ読んんででても言葉の意味はわからないんですよただ読み聞かせてるんですよ友達にそしたらねあとも10分ぐらいちょっと聞きたいって言って延長っていう感じで言ってくれるんですよ意味はわからないんだけどだから誰もこれバイオリンのコンサートでそれはどのシャープですかレですかとか聞かないじゃないですかだから音楽はみんなスーって聞いてんだけどそれをね多分いや 教会っていいう話じゃないかなかつまりバリアねあ,あ,あるいはフロンティアねそ,そういうものを人間は人為的にいっぱい作ってきたわけよ、うん、で結局そんなものはないんですよ僕はだからい,つもいつもっていうかね大学はジャングルですって言ってるんだけどジャングルっていうのはとにかく圧倒的な生物多様性があってもう虫もいればいろんな植物もいれば、うん、鳥もいれば獣もいればねあのトカゲもいればヘビもいればっていうそういう連中が境界なしに暮らしてるわけね。うん で教会っていうのはあの今、人間は物理的に線を引いてるわけですよ、うんうん、人間の,その居住域には野生動物は立ち入らせない、聞き、うん、たものはみんな害獣が害虫なんで、うん、あの追っ払うわけでしょ、観賞物だけ顔に入れて、うん、あるいは鉢植えにして置いておくわけですよ、うんうん、でも本当はそんな暮らしなんかしてなかったわけでしょ。うんうん、で教会を あの引けなくなったら今度は人間,人間にも教会を引き,引き始めたわけじゃないそれが政治なんですようん、うん、でそれに、ね、嫌気がさしていて坂口さんは <laughs> どんどんそれを取っ払って本来そういうもんだと思うんですそういうその心の在り方から人間は出発した、うんうん、だからみんな受け入れられるはずなんですよ自分たちだって受け入れられたわけ、うん、僕,僕がそれに気がついたのは最初に私がお話をしたそのちょっと だけけっってて言いいながらゴリラの胸の中に入っていけたってこと彼らはあの全くの異物の私を最終的には受け入れてくれるわけですねそういう心を人間もずっと持ち続けているはずなのに何かその教会を設けないと安心できなくなっちゃってあのその教会の中に閉じこもることでしかもそのあの心理的な教会だけじゃ満足できないからいろんな装飾品で壁を巡らしてるわけでしょそれが逆に自分を規定してるわけですよ。自分を 圧迫してるわけですよ。やっぱゴリラの名所渡せないですからね。そうそうそう,そ,だからそう。そういうのとか俺なんかすごいドキッとするんですよね。うん、渡せないね。振る舞いでやるしかないじゃないですかね。あんまり怖くないよ。でも結構好奇心あるよとか。そので、け結構好きだよとか、そういうこと、何かこう、こういう感じでやるわけじゃないですか。うん、まあ熱意だけじゃダメなんだよね。<laughs> だからやっぱり向こう。<laughs> ういや、向こうの世界のルールに、こっちがこう、うん、体ごと表現しないといけない。だから、まあ、あの。 どんな動物だっってて表現系を持ってるわけですようん、うん、身体そのものが表現系だしで身振り、表情っていうのは表現なんでしょうん、うん、その表現っていうのはまさにその世界のルールだから、うん、そのルールを知らないといけないわけね、うん、知,らな知らなくてもやっていけるわけ、うん、あのいい加減でいいんですけどもそれは敵,敵対視されないことが条件うん、うん、そのように振る舞えるように実は身体っていうのは作られてるはずなんです。うんうん でそれをこう逸脱しちゃったのが多分アートなり何ね、うん、人間の作り出したものであって、うん、建築物っていうのはまさにその典型だと私は思っていてどうですかそうい,う,そう,そう,いう,ふうに思いませんつまり建築物ですもともとはね実は人間の社会の個人個人の関係を表すものだったはずなんですよ、うん、だけどそれが逆にその個人のものに建築物がどんどんなっていって、うん、でそれが今度は 人間関係を逆にあの規定するようになってしまったっていうのが昔話とかは、まあ、普通に、ねこうまあ、そういったことは一応読めるじゃないですか、昔だからそれでみんな地獄に落ちてたのでそういったいわゆる社とか社殿を作っている人たちは全員地獄に落ちてるじゃないですかわ、ね、かりますか皆さんからもらったものでこう建ててる人とかいうのは全員地獄に落ちてるんですよ。 で僕はもうそれを見て、あの非常にただあの教、エデュケーションを受けてるっていう、もうそれ、あ地獄に落ちるので,で、この前、あの細川ハンテいるじゃないですかね、であの僕、森博さんの,あの長男とすごい仲いいんですよ、でやっぱ背中を触るとあの、音量はすごいんですよ、触るだけでね、あやっぱ土地を言うというのはきついんだねって言ったら、きついよ <laughs> それはきついと思って、マッサージをずっとしてたんですよ、でそしたら、そこにある、彼は陶芸家なんですけど、楽ジャーンをね、多分何十万ってするでしょう。 あげ手ってしてるだけですけど僕おありがとうございますって言ってこう本当のもう物乞いするあのチンパンジーですよ弱い列医者のそういう感じでやっててあそっか大変良かったマンション買わなくてと思ってるんですけどだからいやあの建築も典型だけど彼らはもう自ら地獄に行くっていうそのためにひじりにならなきゃいけないぐらいのつもりでやってる人しか僕信用してないんですよね。だって、 これも武田五さんが作ったわけですよねこういう人とかはもう一歩間違うととんでもないところに行くのでつまりあらゆるそのジェノサイドですからねこれはもう土を掘るだけであらゆるものをけ蹴落とすというかこう大量虐殺ですからそ,のそういったものも含めて自分の中でその入れるっていうだからそういういう僕、ね、だから建築自体に否定はしてないんですよそういう役目を持っている人であるっていう。 で僕の仕事としてはそうじゃないあり方をそれこそそのゴリラの世界に入っていく人のように多分あ時間ですかそろそろ時間過ぎましたね。ねええ過ぎゃったね。うん、いやあのー、<何>もう一言ぐらい最後にしゃべ喋ってください。<laughs> そうですよね。えー、ななんですかねそうだからあのー、僕はだから。 最近はそういったことを、まあ、さっきずっと今まで言ってたことのに、まあ、素直に今耳を澄ましてるだけなんですよねでみんなもそれぞれ納得いかないこととかおかしいこととかあるし命の電話してたら単純なんですよ連絡取るでしょつながって「はっ」って言って切るんですよ <laughs> こういう状態になってるんだなと思っててで「俺が考えてること意味わかるんでしょ?」って言ったら「わかります」って って言ったら「クーッてなります」って「じゃあ OKOK、OK OK」って10年ぐらい続けるからそれまでしなんどいてくれっていう「分 <laughs> かりました」っていうだから理解されるとかされないとかでも何でもないのでどうでもいいんですよだから俺はもう原稿用紙今10枚ずっと書いてんですけど年間3650枚ですよねそうするとそれを10年続けて3万6500枚書いてみようと思ってるんですよ 大本京のようにその時に何か人に伝えればいいと思っててだから何かこれで理解されるとかそ,のそういうものをもうちょっと超えたものにならなきゃいけないっていう人間今の人間の論理的に理解されるとか認知されるとかじゃあもうねろくでもないですよこんな民主主義って言って全部嘘ですからこれはねだからそうじゃないものにじゃあどうやってすればいいかっていうのを言語化していくっていうかまあ音楽化していくっていう感じなんですけど。 そういうことをやっていきたいなと思ってます。いや、ありがとうございます。あの坂口さん、最近は人前にあまり出ないって言うんで。<laughs> でね、心配してたんだけど。いやー、パフォーマンスの人だなと思いました。ビターも<で>持ってきてね、歌いもせずに。いや、後で歌ってもらうけどさ。<laughs> あの、やっぱりね、僕はアートはもともと。自己表現から出てきたと思ってるんですよね。で自己表現って今単に言っちゃうと。 単にこのコミュニケーションというふうに誤解されちゃうかもしれないけどそうじゃなくて何なんだろうやっぱり自分が自分でいられなくなっちゃうっていうそういうことなんだと思うんですよね自分を変えたいあれしかも人間っていうのは自分を自分で定義できなくなっちゃってるから他者に定義してもらわなくてはいられないわけですよねだから人と付き合うその中で自己表現をするそれがこうどん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 膨張しちゃってしかもさっき僕が言ったみたいにいろんな 教会にを張り巡らされていると、それをちょっと超えたいっていう気持ちが出てくるんですよね。それをまあすごくまあ正直に表現している。 いういいのかな坂口さんはねそういう気がすごいしました、うん、わざとやってますけどね、うん、これも一つのパフォーマンスというか、うん、これやってんだからっていうのをわざとやるんですよ自由ですよっていうとドキッと人間がして一瞬その境界がぶれるんですよねそれを僕は見てて何人かちょっと目がぐっとなってる人とかを確認するとそれで帰っていくんですよ、うんうん、なんかそなんかことは思いますけどね ありがとうございます。本当面白かったです。すごい、まあ。ゴリラとして頑張りたいですね。だから僕。<laughs> <や>まあ人って人ですけどね。本当 <laughs>。いや、もうちょっとゴリラになった方がいいと思います<そう> <laughs>。自分自身ですよ。はい、どうも、あの。ありがとうございました。本当に。お騒がせしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>